コディンブログオワコンと言われるわけなんですけど、ビジネスを一応やってきて大事だなとつくづく思ってるのが、はいはい、確保するっていう、人生変えたいって言ったじゃんお前みたいなね。ちなみに今林さん、SEO とリスティングどっちもやってますか？はい、どっちもやってます。なんか比率的にはどっちが大きいとか言えるんですか？比率は PPC の方が多いですね。全然圧倒的に多いですか？金額的には圧倒的に多いですね。それこそね、その前の会社を辞めて独立して、はい、なんかそのぐらいの時に一回どっかでお会いしてると思うんですけど、うん、その時に聞いたのかな、何の時に聞いたか覚えてないですけど、なんか そのリスティングをやってるっていうのを聞いて、はい、すごいなんか、まあ、意外だったというか、今までが SEO、はい、まあすごい強かったじゃないですか。なんかそのイメージがあったんで、はいはい、あ、リスティングやってるんだと思って。はい、まあ、ずっとやってましたけどね。あ、その時からですか？うん、昔から。あ、じゃあ割と、ただその流れで、独立してからもリスティングもやってるしって感じですか？そうですね。どうなんですか？どっちもやっていて、まあ、それぞれいいとこ、悪いとこあると思いますけど。はい。SEO、リスティングで言うと。林さん的にはやっぱりリスティングのが合ってるんですか？まあ、本人の性格とかもあるじゃないですか。多分やりたいこととか。そうですね。でもジャンルによるのかな。ジャンルと金額感狙う。うん。なんかその辺もいろいろあるんでしょうけど。むずいですね。大きい金額狙うんだったらリスティングですか。まあリスティングだけでは、リスティングっていうよりまあ PPC 全般かもしれないですね。なるほど。いいかなと思いますね。オーガニックというか、うん、SEO の方はちょっと、今あれですもんね、なんか営業力が問われるというか、うん、どこでドメイン調達してくるかみたいな。営業勝負みたいなになってるところありますね。そうですね。それはほんまにいろんな検索結果を見ていても思いますよね。まあだからこそ、何、個人ブログ、オワコンと言われるわけなんですけど。なんかでもそういうのって、まあ今その営業力の話もありましたけど、はい、昔と今と比べて、やっぱ昔の方が簡単でした、難易度的に、アフィリエイト。とっつきやすいんじゃないですかね、昔の方は。初期コストがかからなくてもやれる方法が結構あったので。はい、ああ、なるほど。とっつきやすいと思います、うん、ただ全体の予算とか増えてるわけだから、まあ本当は必ずしもそうとも言えないのかもしれないですけど、うんうん、まあもうちょっと上手いやり方があるだろうし、うんうん、結構やっぱり下の世代というか若い世代というかはなんかまたちょっと違うやり方してる感じはしますけどね、はいはい、あー、へー、まあ、でも確かに僕も昔からやってて、まあ、プラマイゼロまでは言わないですけど、うん、昔ってやっぱり今ほどにこういろんな情報が出てなかったじゃないですか、はい、なんかその特にノウハウ的な部分で言うと、はい、こういうふうにやっていくといいよみたいなのってやっぱ思ってんじゃなくて、どうしてもなんかそういうのを知ろうと思うと人づてに聞くか、それこそ情報商材みたいなもの買うかっていうとこしかなくて、うん、なんかその時点でもはや、ガチャじゃないですけど、はいはい、なんか引きが試されるみたいな、はい、でも今ってそうじゃなくて、割といろんな情報がバンバンいろんなところで出てるし、まあ SNS もあるんでいろんな人とつながりやすいじゃないですか、うん、はい、だからそれがどっちがいいかですね。昔はだからその情報みたいなのが少なかったけど競合も少なかった、今は情報みたいなのすごい多いけど競合もめちゃくちゃ増えてるし、まあ SEO のアルゴとかも変わってるっていうところで、うん、なんかそんなすごい単純に、まあ確かに難易度上がってるのかなとは思うけど、なんか単純にじゃあ昔の方が稼げたのかとか、今稼げない人が昔に戻ったら稼げるのかって言われたら、結構微妙なところなんじゃないかなって僕は思っちゃうんですけどね。そうですね、うん、それはそうだと思います。なんかすごいそういう発言をするとすごい老害だって言われるんで。
昔はこうだったんだぞみたいな、なんかおじいちゃんじゃないですけど昔の苦労話みたいなのを持ってくる、お前だって言われるんで、ちょっと危ないなと思って気をつけないといけない。いや、歴史です。まあ、どっちも結構割り切りというかが必要かもしれないですね。稼げるためにというか、はい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 、もうなんか自分がやりたい方法をやっちゃうみたいな、うん、確かにやりたいみたいなのを押しちゃうと、なんていうんですか、売れてないアーティストとか売れてない芸人と同じことになっちゃうというか、いやそれお前楽しいかもしれないけど見てる側は別にみたいなの、うん、なんか最初から自分の理想を追い求めがちみたいな。そうですね、ニーズがないことをやってるというか。確かに、うん、なんか林さんって今そういうなんか分かんないけど、初心者みたいな、はい、これからブログとかアフィリエイトやりたいんですみたいな人と接する機会あります？ないです。全くないですか？全くないです。それね、ちなみになんですけど、大地さんがじゃあ分かんないけど、はい、じゃあ知り合いとかに、はい、それを言われたら、はい、どうします？なんかブログとかアフィリエイトやって稼ぎたいですよね。まあ、そういうの言われたら、僕の根の真面目さと根の性格の陰険さが出て、うん、絶対かますじゃないですか。お前じゃあこれをこうやって、これをこうやって、何日までにこれをこうやる覚悟あるのみたいなことを言っちゃいます。それなんか、すっごい嫌な顔されるじゃないですか。うん、うん、いや、そうですね。向こうはそんな覚悟で来てないですからね、多分。いや、でも、なんかすごい、僕は共感しますよ、すごい。僕も多分結構。老害ですか？そうなんですよ、すぐ老害って言われちゃうんで。いや確かに本当に、いや分かんないです、何が相手のためかは分からないですけど、うん、なんか相手のことを思って、じゃあこうするといいよって、今はこのやり方とかダメだから、こういうことをすごいやっていかなきゃいけないって、稼ぐためにも、まあ、やることも多かったり、じゃあ時間もかかるかもしれないけどっていうのを丁寧に真面目に話せば話すほど、多分ハードルガンガン上がって、なんかやる気を削いでしまうと思うんですよね。はい、いや、そのさじ加減、もう本当これ僕の話になっちゃいますけど、それが本当難しくて、YouTube とかでも。まあそうですよね。はい、組み込めば踏み込むほどに難しくなる。何そんなことやんなきゃいけないのみたいな。はいはい、いや、そういうことになってくるんで、いや、すごい難しいなと思うんですよね。はい、いや、まあそうですよね。それはでも我々もよく言いますね。人生変えたいって言ったじゃんお前みたいなね。確かに、今までの人生覆すぐらいのエネルギーで来いよみたいな。はい、はい、分かんないけど、そういうこと言うから嫌われるの。いや分かんない、なんかそのね、あれだと思いますよ、林さんとかが言うと、なんか重すぎる。これから始めようとする人がだ、その受け止めきれないような気がしますよね、そこまで言われて。確かに受け止めさせる気持ちはなかったかもしれないですね。いや、そうですね。届ける気持ちは足りなかったんです。なんか、それですよね。だから、真面目だから、すごいちゃんと言ってあげるけど、それをどう受け止めるかっていうのはもう向こう次第みたいな。キャッチングはちゃんとお前がしろよみたいなね。いや、おもろいっすね。いや、僕はだから結構、まあ、YouTube はあれですけど、一方的に喋るだけですけど、コワーキングスペースやってたりするんで、ああ、だから結構話す機会が多いんですね、今も。はいはいはい。ブログ初心者とか、うん、もうそれこそまだブログ始めてないくて、これからブログ始めようと思ってますみたいな。はいはいはい。だからその辺のさじ加減はなんか本当ちゃんとやっていかなきゃいけないなと思って、だからそういう人手さんとかはやっぱそういうのうまいんで、ああやっぱその踏み込みすぎずというか、やっぱさすがインフルエンサーは違うんで。なるほど。いや、そうなんですか。いや、そうかもしれないです。だから老害と言われる人たちはやっぱりなかなかそうはなれない。そうですね。はい、まあ、そうですね、僕の場合はそうやらないっていう、そういうことはやらないっていう選択肢なんで、
別に突き放してもいいじゃないですか。いやそうですよ、やってないから別にいいわけですね。僕がやったらそれお前何がしたいのってなるけど。そうです ね, ね、やってなかったら確かにその選択肢があるから、それは確かにいいですよね。なんかあれも違うんだろうなと思います、その基準みたいなのも。はい、なんていうんですか、ブログとかアフィリエイト始めて稼ぎたいみたいな、はいはい、なんか昔の人って今の人よりもなんかもっとこうお金稼ぎたい欲がすごいあったような気がするんですよね。その金額的に言っても、うん、分かんないけど、なんかアフィリエイトとか始めて例えば5万でいいとか10万稼げればいいって言ってる人、僕はあんまり会ったことなかったんですよね、昔で言うと。でも最近だと全然そういう人もいっぱいいたりするんで、うん、なんかその辺も時代も結構変わってきてるのかなと思うんですよ。あ、なるほど。てかじゃないと、これ完全に僕の、はい、個人的にも独断と偏見でしかないんですけど、はい、じゃなかったらその当時、まあ、それこそ10年以上前にアフィリエイトとかに出会って始めようと思わないと思うんですよ。はいはいはい。その選択肢、なんか世間の出方なのかもしれないですね。なんか、まあ、ちょっといろいろ当時もいろいろありましたけど、なんか副業でなんちゃらとか、うん、お小遣いをなんちゃらっていう打ち出し方、はいはいはい、うん、見て人は、うん、月数前報酬増やしたいみたいな感じだと思うんですけど、うん、どうなんですかね。いや僕らの時は両方あったな。うん、これでまあ、まあ、食えるぐらいになろうっていうのもあれば、はいはい、逆にまあ数万円稼ごうみたいな両方ありましたけどね。へ、うん、それはじゃああれによるのかな。僕の周りがギラついてた人が多かったのかな。なんか分かんないけど、目標はやっぱり100万円みたいな、分かりやすく、はいはいはい、まあ、500万とか1000万みたいな、なんかそういう人が多かったなとかってすごい思うんですよね、当時は。一番最初そうだったんじゃないの、ギラついてた人たちといたんじゃないですか、うん、ジャンル的にも。いや、ジャンル的にも、いや、そうなんですかね。分かんないですけど、いや、だからなんか、その、話戻しますけど、そのだから基準が、はい、だからその昔みたいに月100万とか1000万みたいなこと言わずに5万とか10万でいいとかってなってくると、なんかその確かに、今ブログとかアフィリエイトとか毎水曜とかもいろいろ大変かもしれないけど、まあ5万10万くらいだったら別になんとかなるんじゃないのみたいなことはって思うんですよね。そのでかい金額でっていくと、まあそれはちょっと今からはしんどいんじゃないってなるけど、まあそれこそめちゃくちゃ覚悟決めて、ね、人生変えるつもりでぶつかってこいよみたいな話になりますけど、うん、いやそうじゃない、もっともっと小さい金額だったら、まあ今しかも SNS もあるし、まあそれこそ YouTube とか、まあ、最近だったら TikTok みたいなもので集客してなんかブログで稼いでる人たちもいたりするんで、まあそういう意味では完全に無理でもないのかなとは思ったりします。そうですね。それはなんかあるんじゃないですかね。いやだからその辺の、だからなんていうんですか、時代の変化みたいなのもちゃんとなんかその追っていかなきゃいけないなっていうのはすごい思ってて、さっきも言いましたけど、ね、5万稼ぎたいっていう人に、はい、なんか月に100万とか500万稼ぐみたいなノリでいろいろ言っても、なんかその温度差がすごいじゃないですか。そうですね。その受け止めさせる気があるかないかみたいな話もあるんですけど、うん、いやだからその辺はなんか僕みたいなその YouTube とかやってる人間からするとやっぱちゃんと考えなきゃいけないなっていうのはすごい思って。そうですね、あんまり改めて難しいですよね。考えたことなかった。ちゃんと言うとしたら説教みたいになりますもんね。いやそうなんですよね。いや本当に、いや僕の最近の悩みですよ。うん、なんか大工さんになりたいって言ってるやつがいて、うんうん、大工さんのところにそんな気楽に相談に行かないじゃないですか。確かに同じことなんですけど、まあでも向こうからすれば違うんでしょうね。うんうんうん、いや、だって気楽にカジュアルにパーカー着て YouTube やってんじゃんみたいな。もっとスーツ着てやれよみたいな。いや確かに。
いや、そうかもしれない。まあ、その辺の距離感とかも、あれなのかもしれないですね。ちなみに林さんも、もうすぐ終わりますけど、はい。なんか今後、どんな感じでやっていくんですか？変わらず、リスティングとか SEO とかやりながらのアフィリエイトですか？今後、ね、どうなるかちょっとわかんないですけど、うん。基本的には、なんか伸びるものに、乗っかりたいですよね、うん、伸びるジャンルとか伸びる手法とか、まさか林さんが TikTok をやる時代が来るかもしれないですか。うーん、どうなんでしょうね絶対来ないですねすいません絶対来ないですよね。いや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 、わかりません。可能性あります？わかりませんよ。なわざわざでもそれ林さんがやらなくてもわかんないけど、そのスタッフの子にやらせればいいんじゃないですか。いやもうそっちの方が絶対効率いいしハマる気がしますけど。もう珍しい動物飼ってくるかもしれないですよ。ああ、カワウソとかカワウソとか買ってきます。アクセスのために動物を飼うなっていう。確かにそれはそれでまた炎上しちゃいますよね。それすると。そうですね。確かに。そういうところで変にお金の力で何かしようとすると燃えがちなんで。そうですね。あとね、うん、まあ、アフィリエイトに限らないんですけど、はい。なんか。ビジネスを一応やってきて、なんかこう大事だなとつくづく思ってるのが、はいはい、利権を確保するっていうことなんですよ。うん、で利権って言うとちょっと広いんですけど、うん、例えば建築屋だったら、はい、なんか市が発注する公共工事の談合に参加するとか、はいはいはい、参加できるようになるとかが利権なんですよ、うんうんうん、僕が言う、うんうんうん、町の本屋さんだったら教科書売るとか、はいはいはい、まあ、教科書までいらなくても別になんか体育棒を売るとかでもいいんですけど、うんうん、そういうのに参加できるのが利権、なるほど。今がちょっと公的な話ですけど、民民の方でもなんか特定の会社のこういう案件はもうこの企業に流れるみたいなものとか、アフィリエイトだとなんか、アフィリエイトでも多少あるじゃないですか。この社にだけ、一社にだけこの単価が出てるとか。うん、そうですね。ここの会社に出るやつだけ全商人とか。はい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 。に近いものって、はいはいはい。ちょこちょこあるので、はいはい。そういうのを確保していくことを、念頭に入れながら、やっていくのが、まあ、大事なのかなとは思ってますね。なんだろう、そのために重要なのって何ですか？実績ですか、やっぱ。まあもちろん一つは実績ですけどね。実績と横のつながりとか。実績とかつながりもありますけど、まああと継続性とか。ああ、確かに。あとこういう利権が欲しいって逆に先に言っておきながらずっと実績を出しつつ交渉を続けるとかね急にもうめちゃくちゃ難易度が高い。それ2年ぐらい続けたら相手が折れるとかもあるんだよなるほどそこでもやっぱ時間というか継続性が重要になるわけですね。そうですね、まあ、時間を味方につけることはある程度もできると思うので、まあでも確かに長くやってないと手に入らないものって結構いっぱいありますもんね。そうですね。うん、確かに。なるほど。あんまりその発想自分自身になかったのと、あんまそんな話聞いたことないんで、結構その話面白いですね。そうですね。すごい、そんなの考えながらやってたんですね。うん。あと、もし初心者向けに言うとすれば、はい、なんか言ってください、あるなら。僕もできてないですけど、まあ、凡事徹底というか、はい、もう当たり前に今できることをやる。はいはいはい、これですね。できませんけどね、僕も。これが非常に。これやってる人がすごいかなと。いや、確かにでも本当そうですよね、凡事徹底。
いや僕もその話、まあ僕もね、そんなに完全に凡事徹底できてるかって言われたら、まあできてないですけど、なんかやっぱどうしても、その、やっぱ派手なノウハウとかテクニックに走りがちじゃないですか。でも、なんかそういう人の、それこそ、わかんない、サイトとか記事とかを見てみると、まあ本当に、誤字脱字めっちゃありますみたいな。いやもう、それができてないのに、そんなすごいテクニックとか求めても無理じゃないってめっちゃ思うんですよね。はいはいはい。なんかその割と、なんていうんですか、材料みたいなのは揃っていて、もう目の前に。これをあとは、その凡事徹底じゃないですけど、うまいこと調理していけばいいけど、なぜかもっとすごいものに手を伸ばしたがるみたいな。そうですね。いや、結構そういうのが最近は、まあ特にね、この動画の中でも出ましたけど、その情報みたいなのがやっぱ多いんで、はい。まあそういうのはめっちゃあるけど、みたいな。いやでも本当めっちゃ上がります、それは凡事徹底は。そうですね、それはありますね。ね、もう誤字だらけだったり、あの縦伸びした画像とか使ってんのに、うん、H3 は何個入れたらいいでしょうかみたいなね。いやどうでもいいわ。今林さんのいいとこ出ましたね。引き出されちゃったな。今いいところ、ね、そんなつもりじゃなかったのに。ブログの方をもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化まで体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。文章力を鍛えたい人のために文章の書き方を直接指導する SEO ライティング実践講座もやっています。ブログで稼ぐには文章力が必須なので、ブログ初心者から中級者にはおすすめの講座になっています。どちらも興味があれば概要欄からぜひチェックをしてみてください。いや話せる範囲でいいんですけどね、はい、あの林さんって今は分かんないですけど、昔からサイトとかパクられること結構多かったですよね。はいはいはい。今もあります？ちなみに今はそんなにないんじゃないですかね。あ、うん、なくはないけど、まあはい。そんなのってね、どうしてたんですか、はい、サイトパクられました、はい、って言ったら、なんかあんまり明確な解決方法とかないですけど、うん、なんかまあ被害額が大きくなりそうなものの場合はそれこそ弁護士経由でつけるとかもありましたし、うん、まあ、直接連絡つけていきなり電話するとか、とかもやったりはしたし、うん、なんか常習犯みたいなやつの場合には、うんうん、あのソースの中に書いたりしましたよ。おお前パクってんじゃねえぞ。ソースの中に何とかまたパクってんのかって書いたりとか。やば。なんか嫌じゃないですか。いやいや、パクろうと思ってソース見たら自分の名前書いてあるんですよ。すごい。てかもう、あ、だから相手が分かるように名前も書いちゃうってことですね。そうですね。すごい。そんなことあるんですね。それ割と解決することが多いんですか、パクられたっていうのは。まあ相手しないですね。なんか意外と直接なんか連絡する、うん、つくと解決してるケースもありますね。はい、もうごめんなさいすぐ消しますみたいなことですか。とかも結構ありました。要するにまあ何でしょうね、バレたらやめるつもりだったのか。あ、はいはい。なるほどね。大人としてどうなんて話ですけど、まあ、はい、まあしょうがないですね。あとパクってるつもりじゃなかったみたいな謎の言い訳されることはあるんですけど、まあこれは難しいんでしょうね。いや確かに、こっちのそれこそこっちの誤字も同じだからみたいな、うんうん、確かにそうですよね。だからどこまでパクってるかにもよるじゃないですか。もう画像とか全部を丸ってパクってたらこれ明らかにパクリだなってなるけど、はい、いやなんかすごいもう内容も構成も明らかにうちのやつをパクってるよねみたいな、はい、なんか微妙なラインのやつもあったりするじゃないですか、はいはい、そういうのもまあそのものによるでしょうけど、はい、一応弁護士通したりとか直接連絡したりとかっていうのはするんですか、その微妙なところ。まあ微妙だって思ったらそんなにしないかもしれないですね。なるほど。いやもろじゃんってなったらうんうんっていう、いやこれはさすがに、うん、いやなんか最近もすごいその相談が多くて、
いや多分林さんとかは日本でもトップクラスにサイトパクられてきた人かなと勝手に思ってるんで。いやいや結構でもいろいろありますからね。 なんかねいろいろあるんですよ。うん、まあ自分は あまたかとか、はい、はいはいはい、まあちょっとパクってるけどまあちょっとは変えてるかぐらいに思ってても、うんうん、自分の会社の従業員が、うん、はいはいはい、それ見つけて何これモロじゃんうちのサイトのパクリじゃんはいはい、はい、みたいな、はい、ですよねみたいなな抗議せざるを得ないみたいな、アクションせざるを得ないっていう、うん、いや僕もそう思ってましたもん確かにそこまでいくとでもむずいですね。確かに実際に作ってるのは従業員だったりもしますからねそうそうそう確かにその人がモロじゃんって言ったらそれは抗議しなきゃしょうがないですねなるほど。いやでも意外とでもそういうあれなんですね、泣き寝入りとかじゃなくてちゃんと抗議とかもしてるんですね。そうですね、してみるというか、まあとりあえず、はいはいはい、まあなんかチンピラみたいな会社だったら意味ないんで、できないですけど、まあまあ確かに、うん、あんまりあれですか、長引かせたりはしないですか、そういうのは。そうですね、なんかすごい裁判やってとか、もうそこまでしないですか。まあ、してはしたことはなかったかな。してもいいんですけどね、別に。うん。いや、なんか昔からよく聞くのが、なんかそこに時間とかお金とか労力使ってるぐらいだったら、新しいサイト作ってそれ頑張る方が、はい、まあ、売り上げも上がるからみたいな。そうですね。ね、言ってる人も。確かにそれが理屈上は正しいんじゃないですか。まあ、確かに。まあ、ただそれだけじゃない感情とかが、あったりもするんで、はいはい、うん、確かに、まあなるほど、いや分かりました。もうちょっとありますけどね。何がパクリ対策は言えないですけどじゃあ今度会った時に教えてくださいいやでもいろいろなんか面白い話を聞けたので、はい、なんかあんまり改めてねこんな話をすることもないので深掘りして、はい、いやすごいいい機会だったなと思います。いやわかんないです、ブログ初心者の人がこれを聞いてどう思うのか僕にはもう全くわからないですけど、ただ一部のコアな人たちからはきっとすごい面白かったと言ってもらえるんじゃないかなと思ってますちょっとぼやきや多かったですね僕側のぼやきは結構なかなかありましたからって老害みたいな話出ちゃいましたはい、すいません、じゃあお忙しいところありがとうございました。はい、ありがとうございました。